中京競馬場第2競走は2歳未勝利戦です。芝 2000m 混合戦8頭です。正面スタンド前のゲートイン、ちょうど坂の途中です。6番のキリンジ収まります。そして4番の名将小次郎がこれから促されようというところですが、先にまだキリンジ完全ではないようです。促して促してゲートイン、4番の名将小次郎収まりました。2番ゲートには東方ガレオン促されます。明るい日差し、中京競馬場、芝八重尾もダートが不良のコンディションです。八重尾も芝 2000m 8頭の競争、最後チャンスザローです。ゲートイン、8頭のゲートインが終わりました。スタートしました。さあ先行争いですが、うちの各馬比較的いいスタート。さあ間からわずかに5番のワンダーミズキ、しかしこれを制して2番の東方ガレオン、2番の東方ガレオンが逃げの手に出るか。間から3番ネイシンレジウム、前3頭、その後1番のサザンショは4番手、さらに下がって7番のトリプルループは現在5番手後方ですが、後方から3頭目に8番のチャンスザローです。うち差がなく6番キリンジ並んで、1番後ろから4番の名将小次郎を運んでいます。先頭はこれから2コーナーへと入るところ、先行争い決着ついて5番のワンダーミズキが逃げる展開、リードは1馬身ですが、今度は一気に花を叩く7番のトリプルループ、一気に花を叩いて先頭2番手の位置5番のワンダーミズキ、3番手の位置2番の東方ガレオンです。その直後ですが3番エイシンレジウムがつけました。最内から1番のサザンショは位置を上げる、その後方外4番の名将小次郎がつけまして、向こう上面の中ほど後方から2頭目を進む8番のチャンスザローです。1番後ろ3馬身から4馬身開いて6番キリンジという体勢です。さあ残り1000を通過いたしまして、各馬これから3コーナーを目指していきます。7番のトリプルループ逃げる展開となりました。しかし再び詰めていった5番のワンダーミズキ並んでいきます。その後方から内3番エイシンレジウム、外は2番の東方ガレオンが追走して、各馬これから3、4コーナー中間です。その後の集団ですが、わずかにゼッケン1番のサザンシワか、4番の名将小次郎と固まっております。さあ各馬がこれから4コーナーカーブ、その後方から8番のチャンスサローですが、徐々に差を詰めにかかりました。さあ第4コーナーカーブ、4コーナーから直線に向かって残り400を通過いたしました。わずかに粘り込みを図ります。7番のトリプルループ、トリプルループ、そして外からは5番のワンダーミズキ、あるいは2番の東方ガレオン接近してくる、さらにオーストに持ち出した8番のチャンスザローゼス、チャンスザローゼス残り200を通過して一気に先頭、チャンスザローゼスが先頭です。2馬身3馬身リードを取る、2番手の位置2番の東方ガレオン頑張っている、先頭は8番のチャンスザローゼス五輪、2着は2番の東方ガレオンです。そして3着に4番の名将小次郎が入りました。前の集団を慌てず騒がず、しっかりと見極めてレースを運んだチャンスアローです。直線川田ジョッキーのアクションに応えまして、力強くのけまして快勝。2着には2番の東方ガレオンが粘り切って、3着4番の名将小次郎が上がっております。タイムは2分1秒4です。上がり 800m は46秒5、600m は34秒4と掲示になっております。阪神の芝 1800m でデビュー、そして夏の間は休養、そして秋初戦、この中京で鮮やかに勝ち上がりました8番のチャンスザローです。エピファネイアの3区、2着は2番の東方ガレオン、3着4番名将小次郎、4着7番トリプルループ、5着は3番エイシンレジウムで点滅を始めております。8番2番4番7番3番の順、タイムは2分1秒4、上がりは46秒5、34秒4、勝ち馬確定のご案内がありますまでお待ちください。先々も楽しみになるようなそんな勝利でしたね。8番のチャンスザローゼス、川田優雅騎手とのコンビでした。2戦目で初勝利、2着が2番の東方ガレオン、3着に8頭中しんがり人気だったんですね、はい、4番の名将小次郎が入りました。最初オッズ8番2番4番です。1番人気2番人気8番人気の順です。単勝8番 1.2倍、枠連の発売はありません。馬連2番8番 2.1倍、馬単8番2番 2.7倍、3連複2番4番8番 24.7倍、3連単8番2番4番 59.3倍です。
確定までお待ちください。